こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はブルースドライバーのドクターレイクハイパーモッドのレビューをしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。こんな感じの、まあブルースドライバー有名なペダルですけれども、それのモッド品になります。アポロンという新潟の方の楽器屋さんがですね、やっていたブランド、ドクターレイクというブランドがあるんですけれども、他にもブルースドライバー以外にも他のもうモディファイ品をいろいろ出してたんですが、その中の、ブルースドライバーのハイパーモッドと呼ばれるモッド品の紹介をしてみたいと思います。コントロール自体はですね、基本的に元々のブルースドライバーを踏襲していて、レベル、トーン、そしてゲイン、そして特徴的なのが3ウェイのトグルスイッチがついていてですね、これでモードの切り替えをすることができます。中の方をちょっと見てみたんですけれども、真ん中、にすると、クリッピングダイオードをなし、クリッピングなしの一番オープンな響き、今やった、音なんですけれども、オープンな響きの、感じになっています。もともとのブルースドライバーはですね、シリコンダイオードが片側2つ、プラス側2つ、マイナス側2つのダイオードクリッピングになっているんですけれども、このモディファイではですね、真ん中にするとクリッピングなしになります。そして上方向、そして下方向にするとですね、これはどっちもクリッピングダイオードは一緒なんですが、ゲルマニウムのダイオードクリッピングになっています。片側1個ずつ、プラス側1個、マイナス側1個のダイオードクリッピングになっています。そしてあともう一つはですね、何が違うのかというと、フィルターの部分ですね、フィルターの抵抗の値が違うので、下方向にした方がもうちょっと肺が抑えられて、コンプ感の効いたような感じの音になります。ではちょっと弾いてみたいと思いますが、まずこれダイオードのクリッピングなしのモードです。トグルスイッチが真ん中の状態、そして次上、これがダイオードのクリッピングが足されます。ちょっと音量がちっちゃくなります、クリッピングが足されるので。真ん中にした時のにモードに比べてコンプ感が出てきて、ちょっと伸びがあるというか、ね、伸びっていうか粘りですね、粘りが出てくるような感じがあります。下方向にするとさらにハイが抑えられて、さらにコンプ感がより出てきます。音もちっちゃくなります。ちょっと大きくしてみます。こんな感じですね。はい。そしてゲイン量なんですけれども、ゲイン量もちょっと増されて足されてるような感じが、まあクリッピングの
ダイオードが変わっているので原因歪みの感じがちょっと変わっているのはまあ当然なんですけれども、後ほどオリジナルのブルースドライバーとの比較もしてみたいと思いますので、ちょっとそちらはお待ちいただければと思うんですけれども、原因量ちょっとマックスにしてみますね。これが一番、トグルスイッチでいうところでは一番歪むモードの原因が一番マックスの状態なので、これが多分この個体でいうところの一番歪む状態だと思います。クリッピングがなしのモードで原因を上げていくと、結構こうブチブチとした若干ファズっぽい感じのニュアンスの歪み方に、これだと完全に、オペアンプのみの歪みの感じ、オペアンプとトランジスタによる増幅の、による歪みの感じになってくるので、どっちかっていうとファズっぽいニュアンスが出てくるかなというような感じがします。はい、それでは、こんな感じで弾いてみましたが、次はオリジナルのブルースドライバーも持っていますので、そちらとの比較をしてみたいと思います。はい、オリジナルのブルースドライバーもつないでみました。右側がオリジナルのブルースドライバー、こちらですね。左側がアポロンのドクターレイクモッドになります。右側、まずオリジナルのブルースドライバーちょっと弾いてみたいと思います。モッドの方、次、モッド品のトグルスイッチが上の向き、シリコン、ではない、ゲルマニウムダイオードのクリッピングが、使用されているモードになります。なんというか、こっち側のドクターレイクモッドの方がよりアンプっぽいっていうか、カラッとしてはいるんですけれども、音圧がある感じというんですかね、よりアンプっぽいなんかコンプ感のニュアンスがあるような感じがします。ブルースドライバーの方、オリジナルのブルースドライバーの方がもっとこうジャキジャキとした、荒々しい感じっていうんですか、ちょっとこちらのドクターレイクモッドの方が上品な感じ。
プレゼンスの成分がすごい、こちらのオリジナルの方が出ていてですね、キンキンしてるような感じがあるかなというふうに思います。ちょっと下側にしてみたいと思います。ちょっと音量が下がるので、まあどちらもいい音なんですよね。オリジナルのブルースドライバーの音もなかなか捨てがたい、はい、ような感じです。でこちらのアポロンさんのドクターレイクによるハイパーモッドはですね、このダイオードクリッピング、ゲルマニウムダイオードのクリッピングのこのクリッピングのスイッチに加えてですね、他普通のあのコンデンサーなども、アップグレードされています。あの部品の質が、ちょっと、いいフィルムコンデンサーに使われてが使われていたりですね、タンタルコンデンサーが使われていたりです。オリジナルパーツからアップグレードされている、部分があって、結構しっかりちゃんとモディファイされ、ちゃんとモディファイって言ったら失礼かもしれないですけど、かなと思います。でも世の中にはですね、意外とそんなパーツ数をいくつか 2,3 個ちょこちょっと変えただけで結構な値段を取って、ぼったく、まあ、正直ぼったくりってるんじゃないかっていうようなモディファイ品も、中にはあったりするんですけれども、あのまあちょっとそのメーカーさんの研究の成果があるので中の基板はお見せできませんが、なかなかしっかりいろいろなとこが変えられていてですね、よく研究されているなというような感じがします。まあ、ただしですね、モディファイ品というのはですね、あの必ずしも音響特性的に優れたパーツ、アップグレードしたパーツを使ったからといって音がいい方向に変わるとは限らないっていうのがまた難しいところでですね、はい、自分で、私自身も結構自分でエフェクター作ったりとか自作したりとか改造したりとかするんですけれども、必ずしも高い音響特性がいい優れた部品を使うた方が音がいいとは限らないので、そこがまた難しいところではありますね。はい、それにまあこちらの、まあ今聞いていただいて分かる通りですね、まあ音は結構変わってはいるんですけれども、これはまあ正直好みの問題かなというふうに思います。あのオリジナル品よりもちろんあのモッド品の方が値段は高かったりするんですけども、まあ当然手間もかかってますしね、あの値段が高かったりするんですけれども、まあ音はもう正直好みの問題かなというような感じです。あのモッド品でいいパーツ使ってるからいい音と感じるかどうかはまたそれ、まあ別な問題だと思うので、そうですね、なので今日、ちょっと聞いてもらって、まあこういうブルースドライバーのモディファイ品もあるんだっていうふうに、気づいてもらえればいいかなというふうに思います。ブルースドライバーやはり人気の機種なので、モディファイ品もいろんなメーカーさんがたくさん出してて、それぞれ音が違ってて面白いなという部分があるので、次またもし別のものを手に入れたらレビューもしてみたいなというふうに思います。はい、それでは今日は、こちらですね、アポロンさんのドクターレイクモッド、ブルースドライバーのドクターレイクハイパーモッドのレビューでした。よろしければチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。